こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ水曜日になりましたので、はい、はい、また動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、水曜日は TF はお店はお休みでございます。はい、定休日ですね。定休日でございます。はい、まあ休日スタイルでもとか思ったんですが、はい、まあ今二人とも本気の休日スタイルでございます。うん、はい、まあ、といってもいつもとあんまり変わらないんですけど、変わらないですね、ほとんど変化がないんですけど、はい、まあ、休日はどうでしょう、9割方ぐらい多分デニムにスニーカーっていうことはね、多いですね、ほとんどかなと我々は思ってはいるんですけれども、まあ、やっぱたまにはねスラックスを履きたいなとまあ思うこともありまして、はい、まあ、残りの1割ぐらいがスラックス履いてたり、うん、するわけなんですけれども、まあ、今日2人とも、まあ、別に合わせたわけではないんですけれども、はい、たまたま、ウエストオーバールズのデニムを履いております、うん、はい、でウエストオーバールズのデニムに関しては、先月かな、はい、先月の頭ぐらいに、はい、バレットチャンネルさんというね、うん、まあ、他のちょっとサイトなんだ、チャンネル、うん、YouTube チャンネルとちょっとコラボレーションしまして、はい、はい、まあ、うちでねお買い物をしていただく動画というのを、4本アップしました、はい、で、まあね、非常に多くの方がねそれを見ていただいて、うん、まあ、デニムをねちょっと見てみようかなという方が非常に増えたんですけれども、はい、まあ、本当にありがたい限りでして、はい、で、まあ、デニムっていうのはね、なんでしょう、ウエストオーバールズって聞くと、うん、まあ、基本的にはデニムブランドではあるので、はい、間違いではないんですけど、実はデニム以外にも非常にいいものを作っているですよということを今日はお伝えしようかなという動画でございます、はい、で、まあ、デニムとその休日のね、うん、ちょっと組み合わせというところで、まあ、休日でも履けるイージーなスラックスっていうものを作っておりますので、はい、今日はそちらをご紹介していこうかなと思っております、はい、今回ご紹介するのがウエストワールズのグッドフィットトラウザーズ、はい、というパンツです。で、まあ、なぜグッドフィットかっていうところを一度ちょっとおさらいしておこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、このウエストですね、このウエストの部分に内側に全てゴムが入って、はい、ぐるりでぐるりとゴムが入っておりまして、はい、まあ、これが伸縮することによって、まあ、履く方のねお腹のテンションにピタッと沿うことによって、はい、まあ、スラックスなんですけれども、まあ、いわゆるゴムパン、うん、まあ、イージーパンツ、ね、イージーパンツのように履いていただけるけど見た目はスラックスというパンツに仕上がっております。で素材も、まあ、よくねスラックスだと大体まあウールで作ったりするんですけれども、はい、これに関してはポリエステル100、はい、はい、まあ、いわゆるねスタップレとね、うん、一般的には呼ばれるような、まあ、そんな感じのイメージにもちょっと近いかなと思うんですけれども、はい、まあ、非常に使い勝手のいい、うん、はい、で、まあ、いわゆるウールと違ってこうチクチクもしないので、はい、非常に履き心地もさらっとしていてシワになりにくい綺麗なパンツかなと思っております、はい、はい、で今回ご紹介するのが、まあ、2色ですね、はい、ブラウンとサンドの2色、まあ、秋冬らしい色かなと思っておりまして、うん、はい、まあ、もう一色黒っていうのがね本当はあるんですけれども、はい、まあ、黒はまあ皆さん1本や2本恐らくお持ちだと思うのでちょっと今回1回置いておいて、はいはい、このねちょっとシーズンらしいお色っていうのをご紹介していこうかなと思っております、はい、で、まあ、今この我々がデニムを履いてるスタイリング、じゃあスラックスになるとどう変わった見え方になるのかというところで、ご紹介していこうかなと思っております。はい、はい、じゃあ、まあ、まずいつもの、まあ、休日スタイルというか、まあ、ちょうど今期新しく出ている、まあ、ウエストバールドの860っていう形を、まあ、僕はちょうど、今シーズンの初めに購入して、まあ、それからよく履いているんですけど、まあ、本当に先ほどもあったように、まあ、デニムにスニーカーっていうのはよくある休日の格好かなと思います。で、まあ、ちょうどデニ、まあ、時期的に、ニットがちょうどいい季節っていうのもあって、まあ、ちょうど最近、下ろした
バーガンディのニットを、まあ、最近よく着ているわけなんですけど、まあ、これはこれで、まあ、本当にシンプルな、休日着かなというところはあるんですけど、まあ、一度これこの状態で、先ほどのグッドフィットトラウザーズっていうのを、履いてみたいと思います。せーの、はい、じゃあ早速着替えてみました。まあ、先ほどもあったんですけど、まあ、休日っていうところで、まあ、デニムにスニーカーっていうスタイルはまあよく、まあ、対応するところなんですけど、今回ちょっと、グッドフィットトラウザーズの、サンドというカラー表記のものを、差し込んでみています。はい、まあ、サンドという表記で、まあ、かなりベージュに近いカラーなんですけど、ちょっと今、カメラの、まあ、色がなかなかこううまく出ない生地なので、まあ、ちょっとここは実物をぜひ見ていただきたいなと思っております。はい、まあ、普段僕は、まあ、ウェストバルスの860っていう形を、まあ、よく履いているんですけど、まあ、それに比べるとやっぱりこうなんでしょうね、まあ、選択率もあって、面構えもかなり、まあ、スラックスっていうところなので、まあ、非常に綺麗な印象が作りやすくて、まあ、なおかつやっぱり生地も柔らかくて、まあ、ウエストのフィットもいいので、まあ、休日のイージーな、リラックスしたスタイルにはすごくハマるのではないかなと思っております。はい、まあ、カラーも、まあ、一応サンド表記で、まあ、ベージュの血のパンを履いていただくような感覚で、色合わせもしやすいと思うので、まあ、そこまですごくこうスタイリングに頭を悩ますっていうこともないのかなと思っています。今ちょうどまあ分かりやすいように先ほどからまあデニムをただ、このグッドフィットトラウザーズに変えただけなんですけど、まあ、ちょうど上の何でしょうね、バーガンディのカラーとこのサンドカラーっていうのはすごく相性いいと思うんですけど、まあ、ちょっとパンツ変えただけなので、若干ちょっと今スニーカーの黒っていうのが浮いているのかなと思っています。なのでまあ休日でこういう合わせをしていただく場合は、例えばまあ僕だったら、私物の何でしょうね、まあ、茶色の革靴なんかをこうはめて、合わせて履くのがすごくいいのかなと思っております。はい、じゃあ次は、また別のカラーをご紹介します。はい、じゃあ引き続きやっていこうかなと思うんですけど、まあ別に休日スタイルなので本当に、まあ、いつも以上に拍車がかかっておじさんっぽくなってるのかなと、思ってます。まあ、休日は大体デニムを履いてるか、まあ、今季で言えばね、本当にレディーホワイトのイージーパンツとかを履いてることが、まあ、ほとんどかなと思うんですけど、まあ、ウエストバールズもこの817というモデルは僕はまだここの会社に入る前なのに買ったものなので4年前ぐらいですかね、岡本さんからこのデニムとあと上のジージャンセットアップで、買ったんですけど、まあ、ほとんどパンツしか履いてないので、多少色がねもう下の方が薄くなってるかなっていう感じなんですけど、まあそれぐらい本当に休日はもう馴染んで楽に履けるパンツっていうのが、まあ、ほとんどかなと思ってます。なので、まあ、もし仮にスラックスを履くとしてもあまりこうピタッとテーパードが効いてて、まあなんでしょうね、ちょっとこう気合が入るっていうものはほとんど履かないので、まあ、綺麗に見えてイージーに履けるものであれば全然僕も喜んで休日には履きたいなと思っているので、まあ、グッドフィットトラウザーズっていうのは、ね、まあ、同じ感覚でぜひね履いていただけたらいいなと思っているので、じゃあちょっとそのままチェンジしてみたいと思います。しょっ、はいはいはい、じゃあちょっと茶番的な感じで着替えてみました。まあ、このパンツなんですけれども一応まあ裾はこういうダブルの仕様になっていて、もうウエストジャストで履くかこう腰で落として履くかによって、まあ、多少丈感っていうのは、変わるのかなと思ってます。なのでまあこうスニーカーもまあかぶせるかかぶせないかぐらいの、バランスで履いていただけたらいいかなと思います。で、まあ、今日のこの休日スタイルにそのまま差し込んだっていうだけなので、まあ、特にバランスとか色合わせっていうのはあんまり意識してないんですけれども、
まあ、パッと見でデニムから色が変わっただけだと、まあ、こういうカーキ系の相性というのはすごくいいのかなと単純に思っているので、まあ、今日の感じで言うとちょっとこのスウェットのネイビーとかあとはこのねニットキャップの、まあグレーとかを少し落ち着いたトーンのものに変えると、うん、なんか統一感が出やすいのかなという気はするので、まあ、ちょっとこう赤茶といいますかちょっと赤みがかったブラウンっていうのはねなかなか綺麗な色味なので、まあ、なんかこれをベースに、またちょっとインナー差し替えたり小物で、アクセントを入れたりっていう感じで、組み替えていけたらいいのかなという感じでは思っております。まあ、グッドフィットっていうだけあってお腹周りには本当にこうピタッと、沿うような、作りになっているので、まあ、一応ベルトループついてるんですけど、まあ、休日別にベルトレスでそのまま履いていただいて、お出かけができるっていうのはそんなパンツかなとも思うので、まあ、非常にねぜひイージーに履いていただけたらいいのかなと思っております。はい、ということで、はい、着替えてみました。はい、はい、まあ結構ね、うん、初めてやった編集の、はいはい、作業でしたけどいかがでしたでしょうか。新しいことを、はい、頑張っておじさんが取り入れる、はい、技術的に頑張っていこうかなと思ってるんで、はい、まあ、そんな大した技術でもないんですけど、まあ、ということで、まあ、デニム、はい、もちろんねあのウエストワールズのデニムっていうのはあの、まあ、僕もさっき言いましたけど、はい、まあ、4,5 年履くと、うん、もう何でしょうね履いた時に違和感すらないぐらいスルッと履けちゃう、うんうん、パンツにどん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 こう仕上がっていくっていう言い方しますけれども、はい、仕上がっていくパンツではあるので、うん、例えばね、前の先月のバレットさんの動画をね見ていただいて、はい、ご購入いただいた方、うん、まあ、これから1年2年履いていただくと、はい、まあ、かなり馴染んでくるかなと思うので、まあ、非常に履きやすいねパンツではあるんですけれども、まあ、それと同じように、はい、このスラックスっていうのもまあ、これはもともとねもうウエストはピタッと沿ってくれるパンツなので、はい、まあ、非常に最初から、まあ、馴染みね、うん、履きやすいのかなと思っております。はい、で、まあ、いわゆるねウールのスラックスと違ってあまり気を使わないという言い方するとちょっとね語弊があるかもしれないですけれども、うん、まあ、本当に気負わずに履けるイージーなパンツかなと思ってますので、はい、ね、ぜひ休日に、まあ、特にこういう秋冬らしい色味っていうのはぜひ、まあ、このシーズンならではなので、はいはい、まあ、これからまだまだ冬本番はこれからという感じなので、うん、ぜひぜひこれをね軸にまたコーディネートっていうのを組んでいただけたら面白いんじゃないかなと思っております。はい、じゃあそんな感じで今日は、はいはい、休日の2人がお送りする、スタイリングでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。